須富川水系須富川の氾濫危険情報が発表されました。こちらは警戒レベル4相当にあたる情報となっています。須富川水系須富川では氾濫危険水位に到達し氾濫の恐れがあるということで情報が発表されています。島根県を流れる川となっています。この後もこちら須富川では堤防決壊などによる氾濫の恐れがあります。浜名市などで浸水する恐れがあります。直ちに市町村からの避難情報を確認するとともに各自安全確保を図るなど適切な防災行動を取るようにしてください。ではこちら水位の状況なども確認していきたいと思います。国土交通省の川の防災の情報となっています。紫色になっていて氾濫危険水位に到達しているというのが分かります。でこのグラフを見ていきますと、はい、どんどんと今も水位が上昇している状況が分かります。この後もまだまだ上昇する可能性もありますのでお近くにお住まいの方は注意が必要です。絶対に川を見に行くということはしないでください。このように国土交通省川の防災などホームページの方から情報を確認できますので見には行かずホームページなどからご確認ください。以上最新の情報をお伝えしていきました。